ったし、そろそろ水を入れるか。Come on.
Thank you.
何か食べるますか？いただきます。うまいうまい。負けた。しゃあ、やれ。割りな。垂れる稲穂かなと、ここらで刈り取るべきではないか。終わり終わり。ははー、全部わしのものじゃ。次は傘掛けじゃ。よーし、しっかり乾けよ。十分じゃろ。
大変な仕事じゃのう。見るからに力仕事じゃ。
じゃろ。あふれる美しき輝き、これぞ白米じゃ。今年はいまいちじゃったな。なんとか収穫を迎えましたな。少しは強くなれたが、少ない実りだったな。来年分の種もみを差し引くと、考えなしに食には回せませぬな。だが少ないながらも確かに増えた。歩みは進んだのですぞ、おひいさま。嫌じゃ嫌じゃ、辛い冬になりそうじゃわい。この風雪では鬼どももねぐらに引っ込んでおるに違いない。しばらくは狩りどころではございませぬな。お帰りなさいませ、さくな様、じい殿。ささ、はようお召し替え、火にお渡りください。なんじゃこれは。見りゃわかんべ、手鎖の団子だ。それがしと見る手で作り申した。来年のことを思いますと、今から米だけで腹いっぱいというわけにも参りませぬのでな。手鎖と申したか。何やら物騒な響きではないか。それがしのふるさとでは彼岸花と呼んでおりました。毒草にはござりまするが、根をつぶし水にさらせば、おれこのように。もうたくさんじゃ。何が悲しいで高貴なるこのわしは、こんな偏僻な島まで来て毒団子など食らわねばならんのじゃ。
さくな様、毒は抜いてござりまする。気にするでないぞ、ミルテ。洗えばまだ食える。今年一年、お主らの申した通り頑張ったではないか。毎日毎日狩りに赴き、田んぼとお主らの面倒を見、なのにこんなものまで口にせねばならんとは、一体どういうことじゃ。何も良くなってはおらんではないか。へっ、偉い様は気まま語るなや。獅子も身も取れねんじゃ、あるだけマシだべっちゃ。オラはこれ好きだけんともな。おひいさま、いずこに。飛び出すにしても、ミノくらいは羽織ってくるべきだったの。もう限界じゃ。直面なんぞ願い先じゃ。是が非でも都に帰って暖かい部屋で大の字になって寝てやるんじゃ。あんな奴らのことなど知らん。どいつもこいつも寄ってたかってわしを苦しめおって。じいもじいじゃ。でわしの家中のものがあっちの側につくんじゃ。ああ知らん、何もかも知らん。知らんぞ。死ぬかと思うた。夜の海とはこれほどまでに真っ黒いものか。どこまで漕いでも吹雪から抜けられんし、方角もさっぱりじゃ。都などとてもたどり着けそうもない。この大雪の中で戻るほかないの。
何か食べるますか？いただきます。サクナ様。いえ。おう。おう。はい。あ？よろしいですか？始めるか。石が邪魔じゃのう。これは手で取るしかないか。
だと思うぞ。Thank you.
おひいさま。何か食べるますか？何か作るですか？いただきます。